どうも、新内智則です。今回2023年一発目ということで、まずはですね、今年もネタ人よろしくお願いします。そして一発目はね、やっぱネタ人ということなんで、ネタからスタートしようということで、コントエレベーターということで、これもね、ほんと一回しかやってない、まあ結構幻のネタと思います。僕も全く覚えてなくて、原田専門家のね、映像に残ってて、あ、こんなんあるで、あ、これ作ったなっていうのが残ってたんで、今回それを見ていただこうということで、まあ僕はエレベーターを待ってる買い物帰りの人で、エレベーターが来るけどもみたいなネタでございます。まあ本当ドリフのような感じですよねもしもこんなエレベーターがあったら、と思ってくれたらいいのかなまず一発目はコントエレベーターです。ご覧ください、どうぞ。本日は改装工事のため階段がご利用できなくなっておりますので、どなた様もエレベーターをご利用くださいますようお願い申し上げます。あー、階段使われへんねんな。まあでもどっちにしてもこんだけ買ったからな、エレベーターしか無理やな。雨降りそうやしな、早く帰らな、洗濯も干しっぱなしやねんな俺。よし帰ろう、いっぱい買い物したし、よしと。あ、来た。あー、いっぱいやな。あー、どうぞ先行ってください。あ、そっか、階段壊れてるからみんなエレベーター使うもんな。人多そうやなこれ。しょうがないな、次で帰ろうか。よいしょと、来た、よし。あ、来た。いえ、どうぞ。いやお酒どうぞ。いえ、まあ、どうぞ。お先にどうぞ。いや。早降りろ。早降りろお前ら。で誰も降りんと上行ったな。なんでそのまま上行ったんや。いや一番無駄な時間今の。譲り合うやつエレベーターで。いやなんで上行ったんほんであのおっちゃん。ちょもう早帰りたいね、雨降ってくるから。頼むよもう、次で帰ろう。来た、よしこれや。なんで飛ばすねん。ゴー飛ばしたな今。え、なんで飛ばされたん。いや押したよ俺か。全然帰られへん。次よ、もう次で帰るよ、雨降ってくるから、洗濯物びしょびしょになるから。来た、これや。早っ。ノーチャンス。いや今の無理やな、大怪我してたな乗ってたら。いや5階むずー、帰んの。階段使われへんしな、ちょっと帰らして。次よ、次で帰ろう。4、3、4、3、ドッキリドキドキみたいになってる。ドッキリドキドキやないねん。4、3、4、3、2、1みたいに。いやドッキリドキドキ何してんねんこれ。ほんでなんでこうしてこうへんねん。なんで5回むずー帰んの。ちょまはよ帰らして。なに。ただいまより、うん、屋上ちびっこ広場におきまして、屋上で大人気キャラクターこぐまのぷーくんとうさぎのぴょんちゃんのワクワクショーが始まります。ワクワクショーね。ちびっこのみんな屋上に集まれ。これまた人遅えな。まあ、これで乗れたら乗ろうかな。うん、夢壊すな。おっさん二人、こぐまのぷーくんとうさぎのぴょんちゃんやろお前ら。着ぐるみ外すな。いや子供のがっかりした顔。いや別ルートで行けお前らは。なんで一緒のエレベーター乗ってんねん。かわいそう、悲しい目してたな子供。楽しないやろな。もう帰らして、もう次で帰ろう。何次。迷子のお知らせをいたします。あ、迷子か。熊の T シャツに青の半ズボン、うん、かわいそうに。アンパンマンのカバンを持ち、黄色いお帽子をお召しになった幼いさんが迷子です、うん、おっさんやないか。探されてるよ幼いさん。いやおっさん、子供や思ったわ。おっさん心配して損したわ。個性的なファッションやったな幼いさん。ほんで乗ったよかった、唯一のチャンスやった今。幼いさんと一緒に乗って帰ってよかった。
余裕で乗れたな今幼いさんと。いやもったいな、チャンスあったのに。あもう帰らして、もう頼むから。次ね。なんで上だけやねん、上半身だけどう乗んねん、ほんとご対面みたいになってた。恥ずかしい、お互い恥ずかしかったな今。あかん、絶対帰る、もう次帰るぞ、頼む帰らせてくれ。あ、いた。え、いや乗れるか。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。